はいみなさんこんにちは、村長スタジオです。今日もまたまた e ージードラマー3について、見ていきましょう。今日するお話は、e ージードラマーが他の手持ちのドラムソフトと相性よく、うまく使えるというようなお話です。e ージードラマーを使っていくと、次に欲しくなるのがいろんなグルーブです。そのグルーブを購入するというのも、このように t ゥーン t r a c k さんは、 たくさんのミディパックを作っています。どれも3630円という安価な形で購入できるんですけれどもちょっと待ったって感じですね自分の DAW の中にもたくさんいろんなドラムソフトが入っているという方もおられると思いますそういう方は一度自分の手持ちに気に入ったミディがないかというのを探してみるのもいいんではないかというのが今日のお話です 特におすすめなのはこの MT パワードラムです。このソフトは昔は有料で販売されていたんですけれどもとっても人気のあるソフトですというのはここでグルーブを選択できましてそれを何小節分持ってくるかというのがここで選べるということになります今3小節というふうに指定していますそしてその右にあるのが左のグルーブにとてもマッチしたフィルがこんなにたくさんあります どれを聞いてもこのリズムに対してこのようにバリエーションといえるようなに通ったグルーヴで演奏してくれますじゃあこれを持っていきましょう このようにまず3小節持ってきましたそしてフィルをこのように追加しますこれで4小節のグルーブができたわけですねじゃあこれを再生してみましょうこんな感じで音色もほとんどうまくマッチして あまりドラムキットの差がないというのも使いやすいところです。イメージ通りに持ってこれるという感じになります。次は XLN オーディオの XO というたくさんの音ネタがあるソフトです。このソフトは宇宙の星をイメージしたような検索システムでとても使いやすいドラムソフトになっています。赤いところを押すとバスドラで。 青いところがスネアのような音がなっています。それをここのボタンを押すことで、このグルーブの音を変更できます。そしてこの右の上のボタンで、ミディの書き出しができるということになります。一旦こちらのグルーブを消します。そしてこの右のミディを引っ張ってきます。どんな音か、まず聞いておきましょう。 EDM ななどにもいいようなグルーがたくさんありますこのように引っ張ってこれるわけですちょっと聞いてみましょうこんな感じですドラムキット自身はよく似たミディマップのようなのでさほど違和感はないと思いますでも音ネタという意味ではいろんな音が割り付けられるので XO のイメージと EG ドラマーのイメージが完全に合うというものでもありません次は同じ会社の AD2 ですこれも皆さんがたくさん持ってるソフトの一つでしょうこちらの方からグルーブを引っ張ってこれますここのグルーブを選ぶと右の方に表示されますそして音を確かめてみることができます こんな感じ,のグルーですじゃあこれを持ってきましょうこのように持ってきました聞いてみましょうこれも悪くはないですけれどもちょっと気をつけないといけないのは AD2 のミリマップは完全に GM 配列ではない。 ということも頭に置いておいてください。次はコンタクトの音源で試してみましょう。コンタクトには、スタジオドラマーというソフトが入っています。コンプリートシリーズの無印以上には、これが入っています。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じですね。 これをドラッグアンドロップしてくるときはここから引っ張ってきます。ちょっと消しておきましょう。鳴らしてみます。これも悪くはないですね。次々いきます。今度は最近発売されたキャプテンプラグインズエピック。これの中に入っています。ビートというようなソフトを立ち上げてみます。 はい。これがキャプテンプラグインのビートです。これのいいところは、各トラックごとで出せる、こちらのエリアと、全体で出せる右側のエリアとに、分かれていまして、その中にもオーディオとミディで書き出しができますが、今回はミディの話なので、ミディで書き出してみたいと思います。これも先に音を聞いておきましょう。キャプテンビートは、再生機能を持ちません。 DAW の再生と同期するようになっています。ですからこれを聴こうと思った時はこれだけをソロにしまして DAW を再生しないとどんなイメージになるか聞けませんこういうようなグルーブです。じゃあこれを聞いてみましょう Easy ドラマーをもう一度オンにします。 そしてグルーヴを引っ張ってきますはい、このキャプテンビートだけはこのようなメッセージが出ましたそれは、今さっきも言いましたように再生機能を持たず DAW に依存しますので MIDI にテンポ情報などがないからだと思いますここでアット MIDI にしますこのようにちゃんと入ることは入りますそれでは再生してみましょう このようにクラッシュシンバルも最初に入っていましたこれも相性は悪くないですねそれはミディマップが GM 配列だからですじゃあ次は私のお気に入りの UJAM シリーズをやってみたいと思います UJAM シリーズの中でバーチャルドラマーシリーズの中の FAT というのを選んでみますこの FAT はどちらかというとロックドラムのソフトです聞いてみましょう こんな感じですね。じゃあこれも入れ直してみましょうミディを引っ張ってくるときは鍵盤の半分から上これを引っ張ってきます聴いてみましょうこれも相性がいいですね同じく UJAM シリーズにはビートメーカーというドラムのシリーズもありますちょっとそれを聴いてみます このハイプというソフトは EDM に特化したグルーブがたくさん登録されているソフトです。ちょっと聞いてみます。独自のエフェクトがとってもよく聞いています。ビートメーカーシリーズというのはこんな感じのものが多いです。じゃあこれを引っ張ってきます。聞いてみましょう。 ドラム自身はそんなに大きく変わりはないんですけれどもやはりエフェクトの部分が変わっているのでその辺のところを頭に置いて持ってくるといいと思います今日最後にはモドドラムも最近は人気がありますのでそれを入れてみたいと思いますこれがモドドラムですインサートしますこのグルーブスというところを選択しますすると右の方にグルーブがあります ちょっと聞いてみましょう。こんな感じですね。じゃあこれも入れてみます。 モドドラムとの相性も案外いいかもわかりません。モドドラムの場合はドラムキットがたくさんありますので、ドラムの音色に特徴があります。そこも考えた上で持ってくると良いでしょう。モドドラムはサンプリングじゃありません。フィジカルモデリングで音を作っています。それに比べて Easy Drammer 3はサンプリングという録音になっていますので、生っぽさという意味では、 イージードラマーの方が生っぽいかも分かもりません。でもモドドラムもその辺のところがとってもよく開発されていますので音は高音つつけがたいようなそういう形になっているはずですたくさんのソフトを見てきましたが最初に言いましたようにトゥーントラックさんの商売の邪魔をするわけではありませんがミリのグループを購入したりする前に自分の手元に 欲しいグルーブが入ったプラグインがないかというのも確かめてから上手に使えばグルーブネタを使い回しできますその分また皆さんいろんなプラグインが欲しいでしょうから私もそのようにして次のプラグインを狙ったりなんかしちゃってます今日は長い時間ご視聴いただきありがとうございました村長スタジオでしたまったねー